東日本大震災の災害派遣現場における資材、運搬車資材運搬車は、陸上自衛隊で使用されている車両である。製作は、産業機械メーカーの諸岡で、民間向けの不正地運搬車を陸上自衛隊仕様に、して採用している。陸上自衛隊では、敵機構部隊の進撃を食い止める防御戦闘の一つである、地帯戦闘を重視しているが、その際には、多数の人員、 装備品を敵進撃ルート周辺に配置する必要がある。防御地域は必ずしも車両の侵入ができる場所ばかりではなく、この装備の導入前はトラックでの侵入ができない、山間部や d ネーチェの輸送は空輸か人力輸送、あるいは小型のトラックによる分散輸送を行う程度に過ぎず、効率的な輸送手段が求められていた。山岳輸送車や水陸両用車も研究されたが、 結局採用に至ることはなかった。そのため効率的な輸送能力の確率を期して1990年により本社が導入されることとなった。73式大型トラックで輸送される資材運搬車ゴム製の履帯により、当販能力30度、長山能力1メートルと高い路外走行性能がある。民生品をそのまま使用しているので、非走行のセパレート式のキャビンを備え、 左側が運転席で右側は乗員席である。車体前方に約2トンの釣り場能力を持つクレーンを装備、車体後部にはリアダンプ式の荷台を備える。小型なので73式大型トラックで輸送可能。不正時運用を想定しているが水陸両用ではなく故障地帯での運用には制約がある。使い勝手がよく安価であるため普通か、特価。 施設下等様々な部隊に配備され、弾薬運搬、追記資材運搬などの不正地での局地輸送に使用される。ゴムタイなので雪上でも行動することが可能であり、陶器の演習では、荷台部分に 12.7mm 重機関銃を据え付けて、対空戦闘に使用されることもある。東日本大震災では、被災各地での行方不明者捜索に伴う、 瓦礫撤去作業に使用された。ありがとうございます。